私はチルドレンファースト、子どもたちに優しい社会は全ての方にとって優しい社会になる、この心情で16年間仕事をさせていただいてまいりました。私立高校の授業料の実質無償化や、また小中学校への体育館へのエアコン設置なども進めさせていただいてまいりました。この3月には東京都子ども基本条例も制定をいたしました。4月の1日から施行されておりますけれども、東京都の中において子ども局のようなものを作り、子ども施策を総合的に推進をする、このように思っております。この1年半コロナ対策、特に医療提供体制の確保、そして宿泊療養施設の確保、軽症の方が急変する、それを察知をし急変を見逃さないパルスオキシメーターを宿泊療養施設に配備をし、また自宅療養者の皆様方にも対応する、こうしたことも進めてまいりました。その上でさらに生活応援、これは大変重要でございます。杉並区において30% のプレミアム付き商品券の発行がすでに申し込みが始まっております。5000円で6500円分のお買い物などができる、そうしたプレミアム付き商品券でございます。区民の皆様方の応援をし、そして商店街に元気になっていただいて地域経済を活性化する、そうした取り組みをさせていただいてまいります。生理の貧困という課題、2学期から都立学校254校すべての女子トイレに生理用品を配備をする、その方針が明らかになりました。また中学校3年生まで医療費の無償化をさせていただいておりますが、これを高校3年生まで広げていきたいと思っています。高齢者の方の肺炎球菌ワクチン、この無償化もさせていただきたい。そしてこの16年間水害対策全力を尽くして、善福寺緑地の地下には調節池も作らせていただきました。私松葉民子、この杉並区の皆様のために働かせていただきたい。どうか皆様の貴重な一票を松葉民子へと託していただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。